皆さん、こんにちは。稲球チャンネルのお時間です。一応言うね、これは。稲球チャンネル解散してから一人で初めての投稿なんですけど、これからどういう投稿というか動画が多くなるとかは、まだ定まってない状況なんですけど。で、まあ、それプラス、まあ、今後について、今日話していこうかなと思ってます。ああ、今後っていうのはあれね、今巷で話題の巷ね。はい、D-PICK さんの動画見ましたか？見ました。あ、見た。なんかあれでいろいろ言われてたじゃん。ね、ウルフドッグス名古屋について話してくれてたじゃん。遺跡のね。そうそうそう、してくれてたじゃん。で、それでさ、なんか中野ヤマト、YouTuber 一本でしょうと古舘さんが言ってたやつね。言ってたよ。違う、 YouTube 一本なわけがあるか。まだバレー続ける。でも、まあ、その発言ってことは、YouTuber として認められてるってことよね。 YouTuber でいけるって思われてるわけやもんね、一本で。ありがとうございます、その点は。でも、まだバレーボールさせてください、とりでも、ああえれやね、YouTube 一本、まあ、以外でもなんか予想みたいな感じでさ、ず。堺ブレイザーズじゃないとか、うん。あと、まあ、YouTube なんか結構やっていきそうだから、なんか V2 とかさ、V3 とかでバレーするけど、まあ、メインは YouTube をするみたいな感じのこともなん言っかとったね。言っとったじゃん。どうなん？まあ、はっきり言うと、そんなわけはありませんね。はい。そんなわけはありません。まあ、もう、発表もしてもらったんで、まあ、韓国リーグのトライアウトに受けようと思ってます。まあ、来シーズンそこでプレーするっていうのは決まってないんですけど、まあ、ゴールデンウィーク中の5月1日から3日の2日間にわたって、韓国リーグでプレーできるように、トライアウトまず受けに行きたいと思ってます。はい。おお、確かにトライアウトなんか30人だっけ？なんかあれ発表されてたよね、アジア枠ね。アジア枠の。そう、トライアウト30人。あれは何？あの30人はもう普通に、何、もう行きたいですって言った人たちが30人もトライアウト受けれるっていう形のあれなの？や、違う。あ、違うんだ。あれは応募70人ぐらいおった中で30人に絞られた感あ、じ。そうなの？言っていいか分からんけど、まあ実際はそういうこともあったよっていう。あ、そうなの？あ、そ30人が応募して、そのまま30人がトライアウト行きますよっていう、あれじゃなくて、だあれ選抜されてるの？から脱落者もいる。あ、そう。そへぇ。う、うちのチームにもいる。腹筋ルイヴィトで、ヤマトはその30人に受かったから、とりあえず5月1日から3日に行われる、トライアウトにン。参加するってそう、感じね。幸いながら。なるほど。で、そこで受かるか受からないかによって、今後が大きく変わってくるということやそう、ね。とりあえず来シーズンの、まあ、移籍先というか、チームがこのゴールデンウィークのトライアウトで決まるかなっていう感じだよね。なるほどね。だから結構緊張感もあるし、でもまあ面白そうやん、挑戦っていう意味で。だからドラフトって野球でしか来たことないで、そう、確かね、アジア制区度が一人やから、が。もう一巡しかない。なるほどね。第1巡しかないわけね。そう、ドラフト第2位とかそういうのない。1位しかない。育成選手とかない。ない。ない。あ、ないか。なるほどね。じゃあもう、どのチームも1巡目だけで終わりと。そう。何チームあるっけ、韓国って。7チーム。7！ 7。7しかない。だからまあ、じゃあ30分の7。30分の7。マジ？ 25% もないじゃない。そう。期待値低く。期待値とか言うな、ギャンブラーが。25%もない。そうね。そんなところにお前挑戦するの？あら。まあ、とりあえずね、海外でプレーしてみたかったっていうのは、まあ、正直昔からあったんで、第一ステップというかね、そういう面で、韓国リーグ挑戦を決めました。はい。まあ、それはあれでしょ。だから、受かったか受かんないかまたこれで発表するってことでしょ、そう。後で。あと、まあ、トライアウトの様子というか、お行ってきますみたいな YouTube も、お、はい、あげお、ていいます。ね。で、あれでしょ、
韓国行って、あのキャンプの、あれがキャンプ、あれじゃない、あのキャンプで2泊3日自給自足生活しながらバカかトライアウト受けてみたっていう、この YouTube を撮りながら行くんでしょ。ただの満喫ゴールデンウィークやんそれ。え、満喫してるゴールデンウィーク。違う違う、あ違う、トライアウト受けさせろ。メインどっち、 YouTube がメインで韓国のトライアウト行くのか、トライアウトが、え、フルタツさんか、えな、それはどっちか俺分からんけど。違います。あ、メインはバレーボールのトライアウト。メインはバレーボール、なるほどね、トライアウト。本職はバレーボール。本職はバレーボール。まだ YouTube じゃない。なるほど、うん、じゃあまあ受かれば韓国、はい、まあ、もし受かんなかったことは後々発表するって感じ。そうですね、これからどうしてるかっていうのをまた今後の行く先は YouTube 等で発表しようかなと思ってます。まあでもやっぱ韓国行ってほしいよね、期待しとこう。はい、応援お願いしますね。まあそれが一つの報告じゃん、うん、今後一人でやっていくプランみたいなのはもう考えてるの？もうこれからはずっとこの画角なわけじゃん、うん、この一人画角、うん、もう一角におらんけんさ。そうね、どうしていくみたいな。まあこれから一人で動画撮っていくの、うん、ちょっと慣れてないから難しいっていうか、あの何を撮ればいいかとかね、うん、まだ分からんからちょっと難しいかなと思うけど、でもまあこうやって一人でカメラに向かって喋る時とか、あと俺外好きだからさ、あアウトドアだから。アウトドア、うん、あ、そう、アウトドア派だから。あ、じゃあ休みの日とか結構外行く？行く、めっちゃ行く。自然スポットとか、おサウナとか。それ、なるほどね。確かにお前カフェ好きやもんね、うん、あれカフェって外？カフェはまあ家から出てるから外なんだよね。なるほどね、家から。あ、家にずっといるタイプじゃないよっていう感じね、うん、ゲームしたりとか。でももうカフェとかはいいかな、あれはインスタグラム、あのフォロワー欲しいやつがやるやつや。なるほどね、うん、もういい、それは。もういい、うん、あれ、それで言うとあのパチンコ、それで言うとパチンコやな。まあそんな感じで、Vlog 形式が多分多くなるかな、うん、そういう動画というかそういう編集はしたいかもね、うん、じゃあもうこれっていうのは考えずに自分が上げたいやつをもう上げていくスタイルで、そう、これからやっていくって感じ。だからまあ、いっぱいおすすめのところを皆様に共有して。まさかのガイド系でいく、うん、韓国のガイドが俺に任せろみたいな。あ、いいね、そういうチャンネルで、うん、なるほどね。もう三流やん。え、三流、三流ガイド、YouTuber、バレーボール。あ、大谷超えじゃん。大谷超えです、生まれました。すごいな、三刀流ね、うん、三流じゃない、もう殿堂入り。なんか三流ってなるとさ、ヘボいみたいな。三刀流か、刀を入れろ。はい、まあそんな感じでね、今はかっちゃんに助けてもらいながら、始めた投稿でしたけど、まあこれから一人でやっていこうと思ってます。え、いいやつ、いい編集者というかカメラマン紹介したのか、中谷セリって絶対な、ロックだけつけるあいつはバンナル、うん、はい。ありがとうございました。